わたるサワディーカオマルダイオヤヤビオマルコージラムネガウ、えー、コンミスターコーンあ名前変えたミスターコーンン金魚マロンキンこんばんはウバイツですお届けこっち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 なんだっけ俺で俺で俺だこれ <laughs> こんばんはジミーズコウイチこんばんは サウラフアーツピカリン卵豆腐とおるせいやアイヌディミオタンこんばんはシェイシェイありがとう今日はねあの今日はてかうんとたった今ねとあるミスを犯してねちょっとしょんぼり激しょんぼりガビガビあのガビガビガビってあのこの三脚が <laughs> こんばんはシュンウンメちゃんの友達こんばんはありがとうキャンブこんばんはキラキラありがとうヤビありがとう ゴースケアーチュー,ーこんばんはありがとうバスローブなんかバスローブみたいだよねこれどうもバスローブみたいだよねちょっと本当にねあのタイ帰ってきたからお腹の調子マジでねよ,、うん、よくないの <laughs> なんかちょっと暖かい格好してます今サンソンハートありがとう梅ちゃん友達キラキラありがとうえー、っとモグマーロワタシンこんばんはありがとういきなりガビガビ言われたガビガビー 黒コンより合コン派マジ合コン上級者って感じ <laughs> ウィンクかわいい目がしばしばしてる、うん、こんばんはれーありがとうゆいやこんばんは、うん、ガビガビたのギャルの中でいや我はギャルじゃないからわからないなギャルギャルは確かにガビガビなんて言わないかもねわかんないけどね雰囲気違う 確かにね、目だよ。絶対このカラコンでカラコンのせい。でかいかも、これ。ちょっとでかいかも。14.2とかあるかもしれない。われ、いつも14、あ違う、14あるかも、これ、14ミリ。やばい、目が痛い。14ミリあるかもしれない。あのね、われはいつも13.8とか使ってたから、うん。あと、色が茶色だったんだけど、これは黒緑みたいな感じの。やばい、めっちゃ目が痛い。やばい、今、なんか真っ赤になってきたよね。やばい、やばい。カスタネットつかさいちごのトンやすーさん、こんばんは。 みおたん、パパたそう、こんばんは、ありがとう。86、キラキラ、ありがとう。ありがとうね。もりちゃん、こんばんは、ありがとう。やがみ、こんばんは、ありがとう。毎日、この時間、を楽しみ。ありがとう。どうも、ありがとうね。ありがとう。かおる、こんばんは、ありがとう。シェイシェイ。今日何、な何のミスをしたかと言いますと、あのー、 いらないスタンプを勝手に買っっちゃったいらないスタンプいらないとか別に変なスタンプとかじゃないんだけど自分が別に欲しかったスタンプじゃないものを間違えて購入してしまったというはいあのミスはァーと思って絶対一回も使わないだろうなっていうものをしかもあれ基本的に無料スタンプが多いんだけどそれはお金を払ってまで買ってしまいました間違えて間違えたよー <laughs> リカリンハートありがとうありがとうヤビきッ、えー クマちゃんのペンネットありがとうありがとうね刺激的なコメントみんな刺激的だよほんとに <laughs> コンタクトの痛みやつはね捨てちゃおうかなこれ捨てちゃおうかなとか言ってうんこれツーウィークのやつなんだけどね金魚 LOVE ラブありがとうありがとうねちょっと目充血してるだから近いからかそれか確か右目が痛いわてくのマロありがとうこんばんはかわいいよーかわいいありがとう ギャルでもいけ絶対無理ギギャルギャルギャルにはなれないうんギャルの皆さんに申し訳ないよあんたなんて全然ギャルじゃねえよって言われちゃうわうう <laughs> <laughs> <おい> <laughs> かっちゃんこんばんありがとう目薬ね使うでも新しいの買おうかな日本食が似合わなきゃい違う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 のよでも本当にマネージャーさんとずっとラインしてるどう今日のお腹の調子はどうって <laughs> 昼ドラばありがとう舞ちゃんもこんばんはありがとう気候が違うそういうのかな多分お水かなんだろう何が限界よく分かってないんだよねうんよしはるこんばんはおぎもこんばんはありがとう腹痛い嘘腹痛いですいだけにね ワンデーを1ヶ月いける人まあでもねこれは推奨しないけどすごくちゃんと衛生管理しっかりしてたらワンチャンいけんじゃないわかんないけどあれは推奨しないようん怖いからねやったことないけど中山筋肉のスタンプあれば会話できるよいやそれないや絶対そうなんだよでもあの自分が遅刻してたりするときはあんまりい使い慣れあの謝るスタンプがあるんだけど筋肉ソーリーなんて言ってるから絶対にね絶対にそんな時に使ったら怒られちゃう青バラちゃんありがとうどうもありがとね 最近の若者ラインスタンプあんま使わないマジでめっちゃ使うんだけど <laughs> 速攻顔音声付きやッほー <laughs> うん自分で作ったスタンプあいいじゃんいいじゃんいいじゃんもったいないから試しに送ってみてみんなに送ろうかなうんうんとても暗いところで携帯見ましたあいつも見てるわうん三流 のやつです我は基本的にそういうの使わないからサンリオのスタンプあげようと思ってねあげようと思ってあのスタンプを買おうと思ったのしたらもう自分で買っちゃった間違えてプレゼントしようと思ったら自分であの買っちゃってそういうのさないからあの,その使わないか面白いスタンプばっか使うんだよねあれ。 いちごのトンやペンライトありがとう。どうもありがとうね。かま,かまわんやのスタンプないのああ、確かに調べてみようかな。ね、あるのかなスタンプありますかって聞いてみようかな。いちごのトンやキラキラありがとう。どうもありがとうね。理由わからんけど早くない。ねえ、お願い。誰か早く直して。お願い。タイに行ったら離れの音なのに帰国したら再発したらやっぱそういうのだよ。やっぱそうなんだよ。やっぱ何かあるんだろうね。筋肉ソーリーって言ってるのそう。スッチーこんばんありがとう。 んこんばんはありがとう。うん、あ、あつりあつりのスタンプあってね、そういえば。ホームシック。<laughs> タイがホームみたいなもん。うんマイケルこんばんはありがとう。カズんこんばんはありがとう。ちょっと一回行きます。なんかきれいありがとう。うーん。ラブリースタンプもいいと思う。マジかわいいスタンプあんま使わないんだよね。うん。我は、あのー、なんだっけ。ほんとに。 んーと、何のスタンプ使うかなまあでもそう中山筋肉きんにだったりとかもそうだしお寿司、まあなんかあんまかわいい一般的にかわいいキャラクター系とかあんま使わないかも無料のやつとかはたまに使うけどねサンソン極ごく意お薬ありがとうありがとうねラブリースタンプねうんサンリオそう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 うん、そうなの今日 えー。多分あれでアイ,シャドウアイシャドウちゃんとつけてる今日は今日はアイシャドウめっちゃつけてるキャムかわいい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 愛い,いありがとうありがとう <laughs> うんウケそうなやつが好きウケそうウケあ面白いのが好き我々は面白いの自分が、あのー、面白いなって思うスタンプ 楽しくなるスタンプが好き。タイで使ってかタイで買ってきた。晩御飯まだ使ってない。まだ使ってない。うん、こんばんは。ちょっと1回上行きます。あ、上行きますってな。っじゃがもう上だったわ。マルスこんばんありがとう。うん、音が黙って無言 <laughs> 既読無視や。それうん、ひろゆきスタッフ持ってない。そう。ばれさいつか絶対これね。twitter で聞こうと思ってた。 既読虫と未読虫どっちの方がマシみたいな俺絶対未読虫のがまだマシなんだけどどうもみんなスタンプ生森西村祐治さんねわかるあれ可愛いよね暖かこれは GU かな GU ですチャンネルワンパイヤこんばんありがとうマレスもこんばんはみんなは既読虫と未読虫どっちが好き我は好きっていうかどっちが嫌だねどっちの方が嫌にしようかどっちが嫌にしよう もう一回聞き直すね既読無視と未読無視どっちが嫌ですか嫌な方をお答えくださいよーいどんどっちの方が嫌うんどっちの方が嫌ですは、うん、<laughs> うんうん特に気にしないおお きゃ神神神神神ありがとうどうもありがとう未読なんか変なことあるなあわかるわかるわかる虫は食べ物です虫は食べ物 <laughs> チャンネルこんばんはありがとう既読無視する人に連絡しないうんうん未読ああんか未読が嫌だっていう人もいるよねあでも既読既読アクエああやっぱそうだよね既読虫あやっぱおそうだよねあでもやっぱ未読もいる 未読の視のが嫌だ既読未読あ半々ぐらいかも、うんうん、うんうん最低うんうんんかさ例えば話が明らかに終わってたらいいんだよ終わってたらいいよね、うん、嫌なことを聞く確かにね返事がないとね既読視未読が何かあったか不安になるかもああ不安になるね生存確認系か、うん、うんうんうん答えたくない時はあるああなるほどねなるほどね我 え直したはずだよ我言ったよちゃんと直ってない直ってない今またなんかおかしくなった、うん、既読ついたら OK えそんなことある絶対そんなことないよ絶対そんなことないうん、うん、我先ああそうなんだ、えー、ありがとううん未読なと心配あ心配ねだいたいそうだね5十5十人になりそうだねうん我はどっちかっていうと既読無視の方が嫌かもしれない 渡る渡とありがとうどうもありがとう、うん、あ普通の会話の話 <laughs> 確かに我は普通の,あの普通の会話は既読無視しちゃってるわごめんごめんご <laughs> 確かに我公式 LINE めっちゃ既読無視してるわマジでごめん <laughs> マジごめんうん <laughs> あ面白い笑っちゃうごめんねそうだよね我のさ公式 LINE さめっちゃ既読無視してるよねほんとごめん うん、今は通知でメッセージああ我メッセージね通知で見えないようにしてる、うん、既得になると携帯が壊れていたなどのでも言い訳が使えなくなります <laughs> 言い訳のためスタンプだけでも返信しい <laughs> まあ確かにねうんうんなんか例えばだけどたしくんこんばんありがとううん LINE やってないとでもさ結局今はさお仕事柄さ LINE やってないとね我の場合は LINE やってないとちょっときついんだよねうんそうなんか あー既読無視でもう伝わったな,ろうけなんかさ伝わってるのか分かんなくない伝わってるか分かんないんだよね。例えばさ一番嫌なの一番嫌だというかこれ悪口とかじゃないよ全然悪口とかじゃないんだけど友達とかでさなんか「〇〇ってな何?」みたいな,なんか質問とか「何々ってどうなったっけ?」とか「何々ってこうだっけ?」みたいな,なんか質問とかされるじゃん。そそうなんかさされでさ 質問,したことに質問されたことに対して答えたのね答えるとそれを既読無視で終わるのとかすごいね気になるはて,はて,はて,はてなんんことを思ったりするんだよねそれがちょっと気になったりとかうんまあ別になんかくだらない会話とか,なんかたわいのないなんか世間話とかだったらいいんだけどなんか普通に結構大事な連絡とかしてる時に。 こう返事が止まったり既読はついててね「え見たのに返事がないの?」って「見たのに返事じゃないの?」って思うのうん見たのに返事がないのなんか気になるんだよねマジで我が気にしいだからねよりうんそう答えと何もしななんかね例えばじゃあこれを普通の会話としてて捉えてみよう例えばじゃあ「ねえねえこれって何々?」うん何々?」 っっって言ってて言るのと一緒だなってもう,、うん、そうスタンプでもねまあそう我が気にしすぎなのかもしれないけどねけいそうそうそう答えに失敗したそういうこと求めてた答えじゃなかったみたいなうんいやそういう暇は暇だけどいやそういうのじゃなくて、まあ、ちゃんとしたこれってこうこうこうみたいなえ我だったら分かんないねこれは人によるの我はありがとうとか自分が質問したからねうん自分が質問したことに対して何か 返事が来たらあ意外とみんなそうでもないんだ我が気にしすぎなだけなのかそうなんだ意外とそういうもんなんだ自分の中でねえー、こういうもんなのかなって今まで結構思ってたんだけどあ意外とみんな返事しないしないとかああそうなんだなるほどねあじゃあ自分が気にしすぎただけだええー、また一つ学んだわうーん適当な性格の友達ああなるほどねうんうんへえって感じ あいもう本当にね本当になんかなんていうの相手との会話によるいやそうだよねあの例えばだけど例えばねじゃあえー、何がいいかなちょっとこれ具体的すぎるとあれだから <laughs> うーんあそうなんだそういうもんなんだね解決したら俺りゃそうなんだうんうん。う ポイスケ可愛い返事だねあそうなんだ意外とそういうもんなんだあじゃあ我はあれかも逆にちょっとあのー、ちょっとうざいのかもねうざいかもしれないね返事が来ないと気になるのえってなる我はねうんーマロラブレターありがとうどうもありがとううん明日まるまる集合時間だよねあそう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 なんかさなんかなんだろう なん,なんていうのちょなんかちょっと難しいなうーん我は基本的にいやだからね自分ねそれでめちゃくちゃ調べたの自分が LINE が自分の LINE が,自分のが、あのー、悪いのかなって思って自分の LINE が悪いのかなって思ったけどでね返事が来ない人の特徴みたいなさ調べたのね自分自分が単純にコミュニケーション能力が低すぎるのかなって思ってで調べたんだけどあんまり当てはまらなくてえっ、ー って思っちゃう <laughs> あれ？と思うんだよね。<laughs> イニナムありがとう。イニナムどうもありがとう。イエーイありがとう。チャンナおこんばんは。あここら辺とかなありがとうございます。あ下行き過ぎた。あーやっぱでもそうだよねなんかさえどうなんだろう。我は自分はちゃんと自分から聞いたものに対して返事をもらったらちゃんと俺は俺はし,してるからしでも自分がしてることが当たり前ってわけではないからね。まあ確かにそれはそうだわ。登録キラキラありがとう。 ありがとねねうーどううんんどなだろう、ね、でも意外とねここのみんな見てる限りだと別に返事しないのもまあ普通らしいねうーん「ライオン閉じてないと知らぬ前に既読になる」ああなるほどねうーんなるほどねええー、うーんあそういうものなのか。 返事いいよって書いとけば。いや、別にだから、あの、返事をして欲しくて言ってるとかじゃないし、別にいいんだけど、あの、例えば、え、なんかさ、気になる。我は自分基本的に会話してる感覚で、LINE してる。あ、それが悪いんだ。LINE してる感覚になればいいんだ。会話してる感覚じゃなくて。うん。タミツこんばんは、ありがとう。メールも LINE も貯めたくないから返したいタイプ。ああ、いいね。我はどっちかっていうと、 スタンプでもいいから帰るとあちゃんと読んでくれたなって思うタイプかなうわこれめんどくさいって思われるのかなみんな我の子でもめんどくさいなって思ってるもしかして <laughs> 禁止す<付>ぎ <laughs> うーん一回見て忘れるあーなるほどね確かに後で返そうみたいなうんなるほどね LINE の辺でかなあー確かにね会話はチャットみんなが既読やスタンプで終わることの方がいいあーまあスタンプで終わるのは確かに分かる 会話している感覚そう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 なるほどの多分のコミュニケーションツールなるほどね掲示板私も返事しちゃうしあ、意外とでも、あ、意外と意外と同じ人もいるわ、うん、うんうんうん若い人はうーん、うん、会話感覚え、でもね我も会会話感覚だったうーん銀色ラーらャー使えるぞあのね、我はスタンプな割り返し返すちゃんと 返返すっててかか自分分が返してるから多分気になるんだろうね多分そういう性格なんだろうなきっと「うん、OK 牧場」って返して分かられたあいいじゃんいいじゃんそれ人を和ませてるよ、うん「トールハートありがとう」イイ「イグライありがとう」「どうもありがとう」いや絶対ねでもこれはきっと面倒くさいって面倒くさいって思われるんだろうなじゃあちょっと今学んだわ「ありがとう」「面倒くさいって思われるわこれ多分あれな危なっ」<laughs> 危なってかも今思われてるかもみんなに。 あきらありがとうこんばんは。元ラストアイドル。今は、不純文学少女歌劇団、桃園桃としても活動してます。高橋みなりです。よろしくお願いします。ありがとう。うん、会話してる感覚一緒だ。あ、一緒うん。結果の返事欲しいけどな。え、我も割とそう。うん。うん。うんうん。質問で返事来ないわけじゃないならいいのでは。どういうこと どういうことえー、じゃあ例えばさあでもそっかそうか会話,で会話じゃないんだからってことかチャットってことか要するにうーんおしに僕らは常におしにいっぱいって ?DM はめっちゃ待ってるからみんなもうそうだよね DM こそ既読無視みたいなもんだよねみ見てるけどね最後は自分で終わりたいまあ例えばだけど我も自分で終わることの方がいいんだけど、まあ、スタンプで最後なんかもう本当になんかにしょうもない会話とかで終わるときはスタンプで お互い返し終わったりとかも明らかにお休みスタンプとかだと別に返さなくてもいいなって思う、うん我と同じでずっとやるとり,りあ意外と一緒だうんうんうんファント男子ってがさつよね男の子もそんな感じ男の子はそれこそ既読無視多いどんな感じなんだろうあんま分かんないんだよねうんあれさそういうグループ LINE とかも抜けちゃったからさあのクラスとかのあんまり知らないんだよねどんなあのどんな会話してるとかも知らない めんどくさいくらいでちょうどいいありがとうマジありがとう絶対絶対めんどくさいよね我 <laughs> ダメこんばんはありがとうこんばんはありがとううんうん、うん、メンヘラ気質えマジありがとうありがとう,ありがとうメンヘラメンヘラなのかな我ってメンヘラですか我ってどうなのえでもねやっぱいやこれはなんか人それぞれなのかなえわかんないでもね質問はすっごい気になるマジで気になっちゃううん すっごい気になるんだよねあのそう質問してきて答えてキノコ飯って「えっ?」って思っちゃうタイプ、うん、お母さんに手を握っていいって言ってなんとなくめんどくさいな感じてたでもそう「手を握っていい」って言っててなんとなく「手を握っていい」って言ってて「手を握っていい? <laughs>」うん終わるつもりで終わるつもりでスタンプ 終わりりのつもりで送ったたたススタタンンププにまたスタンプ来たらどうするでも相手も多分きっと終わりのスタンプに対して終わりのスタンプ送ってるんだろうなと思ってやめるかな我はねうんえー、質問してきて答えて終わりでいいのではそうなんだまあ人によるともう我は気になるってだけかなうんうさみみこんばんはありがとうこんばんはいやーすごい面白いねこれはじゃあみんな逆にさ LINE でさ何が嫌だ何が嫌我を なも嫌なことないわそんなないけどそんなないわうん「追いライン」追イン「追いライン」って何?「追いライン」「追いつくライン」だ「追いライン」ってなんか聞いたことある気がする何だっけ何だっけそれ」「グループで興味ないと既読虫」ああ俺あんま既読虫しないかもグループでもなんか。 自分が嫌だからされると <laughs> 自分が気になってなんかしちゃったかなってなるから我は基本既読無視しないですねうんあとそういうなんか分かんない人によるけどねなんかこの子よく既読無視するから自分たちもしていいやって思われた時がもう、うん、あ分かんない人によるのかなまああんまり我々はしないかなうんでもする人もいるよね返事しなくていいやってあと人数が多いグループラインとかはね結構そうだよねうん 既読するなるほどねああそういうことねなるほどね既読するまあでもそっか我それしたことないな既読されたらそっかってなるタイプかもうんトールハートありがとうありがとうありがとうグループ LINE で2人だけに関する会話とか あーそれはしないか、うんうん、それは俺は逆にだけどそれこそグループ LINE で2人の会話になったら個人 LINE で返事するかも、うん、それはたまにあるよねあるある経験したことあるそれはあのー、個人 LINE で「あのことだけどさ」って言って LINE、うん、が返ってこない時うんまあ確かにねどうなの例えばそれこそ聞きたいことがあって質問して記を無しいやまあそうかあんまない あったらやだなまあ内容によるよね本当にたわいのない会話とかだったらあのー、たわいのない会話だったら別になんか無視ってか返事返ってこなくてもあんまり気になんないけど内容内容がねあのちょっとちゃんとした会話の時は気になるかも。うん 朝4時とかにガンガン送られた時はちょっとイラっとして。すごいそんなことあるのそんな人いるの逆にすごいね。それ多分送った方に問題があるんじゃないわかんない。もしかしたら給油だったらね、あれだけど。それはすごいわ。トールハありがとう。ありがとう。うん。誰からも LINE 来ないから。いや。じゃあ、我にいっぱい送ってみて。おはようって。うん。相手してあげるからみんなに LINE 教えて。モリモリ。モリモリのモリ子です。でもまあ、我はわりかし LINE。 溜まりがちだねっていうのも公式ラインが多すぎてあのー、公式ラインを開かないしそこに他の子が埋もれちゃったりするからたまにこうやばい誰か誰か見落としてないからってよく遡ってますうん見読するのにどんどん来られてくるのああおいラインってやつねそれがおいラインねあんまり経験がないからあんまわかんないけど確かに確かにどうなんだろうおいおいおいって言われたらやだねおいおいって <laughs> 長文送った後 ああでもそれわかる今ね自分は経験したことあるかもなんかすごい相談されてそれを長文で返した後にこれで言ってくれえっ、ー、ってね <laughs> えー、もういいけどってびっくりだねうん他の人が答えてたらいいんじゃないの他の人あアあちが言ってるのはグループラインの話をしてるのってことかな 直人んこんばんは。ありがとう。もたらすタイトル、今は不純文学少女歌劇団。桃園の桃としても活動してます。よろしくお願いします。ありがとう。高志みのりです。ありがとうございます。うん。うん。起きてると、元カノでベロベロに酔っ払って起きてると四時に。ああ、すごいね。うん。すごいわ、それは。うん。 うん、ギャルとの指ハートを送っていけばよいす,すげえギャルは指ハートで会話ができるんだねライン相手の LINE が文章的に感じて無で怒ってるのかがわからない時あー絵文字を使わ我も昔メール使ってメールしてた時は絵文字とか使ってたけど LINE <laughs> になってからあんまりあんまり絵文字とか使わなくなったな基本使わないかもむしろ使ってる時の方が気を使ってる時もあるのかな気を使ってるというかうん そそれこそさ、俺はさ今なんでこの話をしたかっていうとつい最近地元の友達で会ったんだよねそれは例えばあのみのり何日空いてるとかみのりこの時あの遊べるみたいなさライン e だとまあ遊べるみたいなよ用事聞かれたから予定聞かれたから「こここの日とこの日,この日,こ,の日この日空いてるよ」みたいなでも分かんないあの何が入るかもしれないし分かんないよみたいな感じであの、言ったらそのまま帰ってこなかったの返事が「どういうこと?」 遊ばななくてもいいのかな分かんない何のために来たのか結局分からずって感じ、うん、うんうんうん会話の熱量が違いすぎると寂しさを感じるあーまあ確かにやっぱだから LINE より電話とかの方がいいのかもしれないね我もたまに分かんなくなるときあるあっ卒業さんこんばんは前髪を切りました前髪を切りすぎましたこんばんは <laughs> ありがとうございますうんうん そう我もねメールは昔してましたね公式から送られてるクーポンを見逃しただけああクーポン大事我もねあの松本清のねクーポンはよく使いますよ LINE のやつ10%オフみんなもよかったら登録してみてこんばんは SNS の関わり方を議論えー、面白いラジオ i ニュースでさ SNS の議論とか面白そうだね我 <laughs> マニアの皆さんこんばんはだそうですこんばんはこんばんはうーん ね、現在 LINE 動画そうですそうですそうですうん「アちゃん空いてるトークテーマ送りました」<laughs> うーん我がのはっきりしたスケジュールが分からんからあでもそれはあるそれで友達はね減った我が急に予定入ることもあるしあの何日先は予定が組めませんまあやっぱこういうお仕事で急にお仕事も入るし直近にならないと確定しないから あの分かんないからやっそれで友達も減ったけどまあそれで減る友達はまあ別に友達じゃなくていいのかなって思ってうんそれでも友達でいてくれたり連絡取ってくれる子だけ仲いいね今うん、うん、あそうやそうだよねそ,そういうもんだよねうんヘアメイクさんに怒られた「もモ,モじゃももが可愛すぎちゃったよ」って言われてでもまあなんとかなったけどねうん うん、未確定要素があるそう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 なのだからまあそれで友達ってか連絡が来なかったりとかだといやなんかもうこっちからもなんかえ強気とかそんな,なんか嫌味とかじゃなくてね逆に無理無理だから我はそういう何か何ヶ月も先の予定とか決めれないしそう1週間後の予定も決めれないからうんだからそれこそそれを理解してくれてる友達だけと遊んでるかも今。 珍しいっていうかなんかそのそういうそういうことはあんまり遊んでないかなうんだから多分その地元の友達もそんなに親しい感じじゃないからね、うん、まあそういうことかどういうこと <laughs> ね面白いねでも面白いこのトークはいろいろ面白い「明日たニュース」そうだね歌劇団初めての ラジオ i n s 楽しみだねああ悪はまだまだ先だ早く行きたいな早くあのラジオしたいです議論よりラジオ合コンしラジオ合コンなんでそれチャラいギャルだねさすがだようん悪いとデートしたいいいよ <laughs> いいよいいよルルル,ルいいよいいよってプーさんに出てくるいいよね ずっと友達ですよあれありがとう本当にありがとうねそれこそファンの皆さんなんてさそのメンバーのスケジュールとかまあスケジュールっていうか今後の活動のスケジュールなんてさ発表されるまでわからないわけじゃんやっぱそれでもついてきてくれるってさすがだよ友達より我はあの我のこと知ってると思うみんな芸能人の友達事情はしびしびれる友達事情まあねまあそうだよ我は意外と、うん身内で落ち着くあるあるうんそうだと思うあの結構 我もだから友達少ないとは言いつつもなんかもう逆に無理なんだと思うそんなたくさん友達と遊んでられないっていうか遊んでられないわけじゃないけどうん気持ちわかるかもうんやっぱなんかそこをなんかお互いを理解できるかどうかではね旅行とか行くのむずいよそうだねだから急に行こうって言って行ける人とかなら多分友達としてなんか付き合いやすいのかもしれないうんそうルイス確かにねうん そうだねそれで返事が来ないまあだから多分我のことが理解できないんだと思うえ分かんないそんなことあるでもさスケジュールを送ってさ了解ってさ送らんえどうなの我は送るタイプだけどでも自分が送るタイプだからこそ気になるんだろうねうん我はラジオすごく向いていると思うよありがとう大好きだよ髪型かわいいありがとう唐揚げこんばんはありがとうちょっと恥ずかしいけどねありがとうね うんうん、24日お待ちしておりますありがとうございますありがとうございます <laughs> 絶対行きますよ鈴鹿さん有言実行最高ありがとうございます <laughs> 特技待つことえー、待つことは好きだよただ未読の待つのはあれだけど既読ついてたらあもう返事来ないだろうなって思ってそのままうんだからそうだねまあ人それぞれだよねきっとでも意外とあれなんだね でもさ、みんながさ、既読無視の方が嫌っていう人も結構いたけどさ、なんかこの内容を言った時にさ、既読無視しても別にみたいな感じの方が多かったからさ、それっていうのは、どういうあれなんだろう例えば、内容によるって感じ。<laughs> うーん、かっこいい。ありがとうございます。そう。わい、明日は打けしたくないぐらい一番。あ、そうかも。我もそうかも。明日空いてる空いてるじゃあ遊ぼうとかそういうのとか。あと、まあ、人によるかな。 うん、4日ぐらい前に決められる時もある、うん、4日ぐらい前にね「てテありがとうエチゴのト屋」「テてててててイありがとう」のとう「クニちゃんこんばんはありがとう」「うん満足したね」いやわりかしみんながいてくれれば別に友達がそんなに多くなくてもいいかなと思うかも、うん、うんうんうんもういいやって思ったんだろうね悲しいけどまあそうだね まあでも確かに。そうだね。ってことはじゃあ、我に質問して帰ってこないときって、もういいやって思われたってこと質問して求めた答えが来たから、知れたからもういいやこいつ、みたいな。はぁー、ひどいそういう、でもそうか。ってことはじゃあ、もういいやって思われたなって思ったら、じゃあその人のことはあんまり、あれか、あんまり、なんていうの、信頼しないほうがいい。わかんない。怖い。なんか急に怖くなってきちゃった。どうしよう。この後 LINE 確認しよう。は <laughs> ぁ、怖いよ <laughs> ベビーカステラの未来についてでしたっけトークテーマ最高じゃん、うん、カッツンこんばんはありがとう、うん、好きな子にスルーされたら脈なしアインストールマジマジダメだよ l i n e イン消しちゃダメだよ LINE はすごいよ <laughs> 居心地心地いい距離感って一つで確かにねうんほんとそうだよねそうだわそうだわうん うん。現に迷ってる。うんうんうん。相談事。まあ相談事は確かにね。まあ人によるよね。LINE で相談事を話す時もあるかな、我は。うん。あとは、うん。ちょっとやめとこう。あんまりこれ深掘りするとなんかちょっとよくない気がしてきた。なんか悪口みたいになってきちゃ,きちゃうの嫌だな。うん。別に自分の価値観と相手の価値観が違っただけだからね。うん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 。 うんうん、バグス,こん,んうバグスこんばんはありがとうバグスこんばんはょうさん <laughs> コメントが面白い笑,笑っちゃったありがとうございますうんあなるほどね見るのもスルーするのも本人の自由まあもちろんそうだよね別に返事してってわけじゃないしねうんスルーされても気にしない 我は見てるからねスルーしないよ、うん、確かに、うん、あんまり考えてもえー、なんかね急に怖くなっちゃった、うん、ちょっとやだなやっぱり返事欲しい派いや我はどちらかというとそうヤビ、うん、フクフクありがとうフクフクありがとうやっぱあと職職業柄ね職業柄多分我はあのー、返事リップとか来るのが好きだからうん リップが来るのが好きだから多分返事してくれると嬉しいんだろうね嬉しいのようんやばいえ待ってそんなことえちょっと待って不安にな,なってきたよナイスするとくとこえめっちゃやいやそれや悪い子だよ悪い子大人よ <laughs> ねなんかねうんどういう会社でも本人に大事な人本当に大事な人は残るえ素敵なこと言うじゃんありがとう本当にそうでもやっぱそうだよねそういう一つ一つもやっぱ大事だよね LINE のこの それこそいや、やめとこう。<laughs> やめよう、やめよう、やめよう。やっぱね、これでね、我と価値観全く合わない人は、多分、我のことめっちゃ今嫌いになったと思う。わかんない。わかんないけどね。うん。ちょっと、わかんないけど、ちょっとね、ごめんね。ケンジこんばんは、ありがとう。ありがとう。ありがとうねー。うーん。都会に関してあーなるほどねー。うーん。はいこんばんは。ありがとう。あ、初見。 あ海外の方かなハローマイネームイズミナギタカハシーサンキュー考えてもわからないことは考えない方がいいえそうなの結局相手のことだしね相手の気持ちなんて自分で操作できないからねうーんますます好きにありがとうございますうーんありがとううんうんリアクションが来ると嬉しいやっぱそうだようんうんやっぱあれだよまあ結果ね結果我れば その方が嬉しいよってだけうん、嬉しいんだよきっと我は構ってくれる人が好きってことかもしれない <laughs> 構ってくれるべはわかんないでもね別に LINE 既読無視されても嫌じゃない難しいねいやこのこの話は非常に興味深いわ自分の中でちょっと今日いろんな人に LINE してみようたくさんの人にうんたくさんの人に今日 LINE してみる <laughs> 暇暇 <laughs> <laughs> いやだあと我もきっと多分は返,して返せてない人もいると思うわ絶対ちょっとちゃんとしよう俺 LINE ちゃんとするわちゃんとする LINE ごめんねみんな気づかしてくれてありがとう俺 LINE ちゃんとするわ <laughs> うん何件気どこつら <laughs> <laughs> いよそんなそんなことがあったらつらいようんあじ見る ミリーク、こんばんは、ありがとう。あれる、貼るタイミング間違え、こんばんは、さっき、チェリーちゃんと電話しましたね。うん。リプレイントが来ないのに、気がしられのか <laughs>、うん。うんうんなるほどね。うん。メーヘラ、メーヘラって言うの、こういうの。あい待ってる。ありがとううん。あいつら返事しかった。<laughs> のぶりんこ,こんばんはありがとうえー、ちょっと直そうメンヘラなんだごめん直すわ失礼しました <laughs> やばい今自分のことがめっちゃ嫌いになったわうんええー、LINE は時間になある時にいつ返したっていいでしょうのスタンスあもちろんね例えば見るだけ見といて後であの返すとか でもわかんない。われ意外と見たときは返すかもあ。わかんない。人によるよね。あの、全然ね、あのー、いるよ。LINE を見てから、あのー、後で返す。うん。まあ、忙しい人もいっぱいいるからね。うん。うん。うん。やだ。やだから直す。<laughs> 直すわ。うん。そう、昔言われたことあるの。うん。メンヘラババアって言われたことがある。 と思ったラッサイの時に <laughs>。うん。特性出せない LINE が来る可能性があります <laughs>。あんまり、あんまりね。あんまり、LINE そんなでも、あんまそんな人に LINE しないかも自分から、うん。あんまね。そう。ひどいよね、メンヘラババアって言われてさ。で、その後ささ、なんだっけな、メンヘラババアって言われた後に、そうそうそう。うん

自分のは見てから歌から返すと LINE を返すことを忘れちゃうああ確かにねうんうんうん確かに我もねたまにね「って」てあの返事まだって言われた時に「ごめん!」って返事忘れてたっていう時はあるうんそれあるわ LINE アインストール気が楽マジ我 LINE 向いてないかもしれない ライム言って今日今日この配信で俺あれすごくさすごく自分はとんでもない人間なのかもしれないってことに気づいたよ <laughs> うーんばばばばば何歳の時だったかなあれ忘れちゃったまあでもよく言われてたからねう,ーんうんうん メンギャルなら褒め言葉ギャルでもギャルはねやっぱき気持ちが熱いから気持ち強いからギャルは褒め言葉なんじゃない、うん、とんでもないのは知ってたマジでみんなこれどうすればいいうんどうすればいい我は今日からどうして生きていけばいいどう変わればいい我の悪口考えありがとうありがとうね<笑><笑> うんうん、よく言われああでもねやっぱねなんかラスアイの中では上から2番目の年だったからやっぱ言われてた絶対年上の人でしょっていう人からも言われてた LINE、うん、消した方がいい <laughs> <捨て笑>スマホ捨てよう <laughs>、うん、優しいなみんないやでもなんかなんか嫌になってきてちょっとこのあと ちょっと調べてみるわ自分をより良くする方法みたいな <laughs> うんみんなそれぞれ個性あっていいと思っていたのよありがとう優しいじゃない非常に優しいわうんこんばんは霊リセブンこんばんは、うん、かわいく「バーバーって言ってほしいよね言われたことないのよバーバーは <laughs> うんうん <laughs> まあねいいつもあるよやばいよ絶対買っちゃうよそんなのうんまあみんなは優しいねありがとねうんうん渡るハートありがとうどうもありがとううんうんちょっといやでもな意外とだね意外とちょっと我今でも今日の学びはすごい結構でかかった今日いろんな話今日の LINE の話はあなんか自分も気をつけなきゃなって思ったうん 今多分きっと俺時代に残されていたのかもしれないようなこんばんはありがとううんうんわたるハートありがとうありがとう LINE 消したらやばいよ仕事が仕事やなあらっさいの時はメンバーに「おばあちゃん」って言われてたいやほんとだよらっさいの時はみんな「おばあちゃん」って言われるうんおばあちゃんって木崎とゆめみによく言われてました 誰がおばちゃんやーって毎回そのやりとりをしてたこれあれねリングライト壊れたやつ <laughs> うんうんみっちゃんしか勝たんそんなありがとねうん病院気にすんなヤシとちょっとねいろいろあっ萌えつんもね言ってたわうんめっちゃ言われてたうん ーってばあさんって言われてたうん掘り下げいやでもねいや結構自分的にはなんか返事あのもうやばいやばい別にね悪口じゃないからねこれな1ミリもね悪口じゃないしあの自分と意見が合わない人を否定してるわけじゃないよそうそうそれはみんな信じてあの返事が来なくていいだろっていう人ねごめんなさい我は別に返事をくれない人が嫌とかありえないとかバカーとかそんなこと言ってないからねうんうん 言ってないからね絶対そんなこと言ってないからねうん <laughs> 絶対言ってないからそれは言っとくようん56いやなんかさいつだかさ53歳って言ってさ「ゴミ」って言って,きてゴミって言ってた人いたんだよねそれ何 <laughs> ちゅうことを言ってるんだって思っうん。 SNS は使うもので振り回せるものと言わない確かにもうもちろんそうだね振り回されてるばっかの人生だ <laughs> それが現代病だでもそれこそ SNS でさあの嫌なことがあってさ、あのー、命落としちゃう人とかもいるからね時代だよね歌って踊れるおばあちゃんなら上<笑><笑>ありがとう今さ一瞬うちのばあばを想像したらなんかめっちゃすっごいかっこよかったわうちのばあばがバキ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 こうやって踊ってる想像した みみちゃんも結構気にしいでメンヘラ言われるから真面目すぎるんだろうねああでもそうかもみみちゃんと似てるって言われることあるわ性格がうんそうだね気にしいでああそうなんだ我れもねめっちゃ気にしいなの超気にしい気にしいは LINE に向いてないかもしれないリオちゃんは何で言っていたの特に言われたことないかもうん ねえ、うーん、バーカーうん、シェにリプスみたいな、絶対で、起きてる起きてる、何回も言って、<laughs> してないよ、してない、してない、<laughs> ごめん、そういう意味じゃない、本当にね、たまにさ、あのちゃんとね、ちゃんと言わないと、あの、誤解を生んじゃうから。うん ふりじゃない。違う違う。絶対絶対違うよ。ひどい <laughs> 違うバカなんてそんなこと言ってないからね。我はあのそう。あのたまにさこう言ってないのに、あの否定しとけばよかったっていう時にたまにあるからね。そうそう、これ、結構あの誤解されがちだから、そうそう、そう、そう、いうこと言ってないのに、こういうこういう風に言ってるんですよね。みのりちゃんはみたいな言われた時になんでよってなるから先に言っとくね。否定はしてないよ。うん否定はしてないうん。 焼き芋アイス食べますぜひ食べてください。うた、ん、だこんばんはありがとう。ああ、神ありがとう。ありがとうね。スマホ買わずうんスマホ買わず SNS やらなかったのはいろいろ嫌だったからだけど応募に必要だから始めた。えー、ありがとう そんなありがとうねそんなさ嫌だった中でありがとう本当に嬉しいよありがとうね SNS でいっぱいシェアできあのハッピーをねシェアできるように頑張りますありがとうミッキーこんばんはありがとう <laughs> 特定さ <laughs> メーヘラの何かダメまあでもあんまりねいい言葉として使われてないよねわかんない我がメンヘラババアってやった時にすごいすごくショックを受けましたうーんまあわかんない人によるのかもしれないけど 人によるんじゃないかな言葉も例えばなんだろう分 <laughs> かんないか例えばっていつも言うけど俺全然いい例え出てこない今だってさ <laughs> 例えばって言った瞬間になんかおでんが頭から想像できてさこういうとこだよねちょっと自分はやっぱ頭がパッパラピーだ例えばって言ってさおでん <laughs> おでんで一体何を例えようとしたのか自分でも分からないけど <laughs> うん話せば分かるいやーでもありがとね 多分ね、我は、ね、超面倒くさいのかもしれない今日思ったうん <laughs> うんうんうん違う世界は見ていたかもね連絡がなかったらいろいろと違う世界あーでも我はや今こうなんかいろいろ言われたとしてもやっぱやっててよかったなって思ういろんなことを知れるしそれこそファンの人にいろいろ教えてもらうこともいいし自分の知らないことをねうん うん、僕メーヘラクゾニートだよああでも素敵じゃない別にあんまり自分的にメーヘラっていう言葉が何て言うんだろうそのもの自体がねメーヘラっていうその言われてる方自体が悪いとは思わないけどやっぱ結構悪い時に使われがちだからね、うん、日,本日本は特にっかわかんないこの言葉が海外で使われてるかわかんないけどうんフラッシュバックしたり発作を起こしたりする。 大変だよね多分さそれメンヘラじゃなくて普通にさ何かのその何て言うんだろう精神的なものなん,な,んなんか難しいねうん,なんか病院とかでね通ってちゃんと審査,審査検査を受けたりとかそういう系だと思うんだよねうんばんばんんんはリエマもこんばんはありがとう、うんうん、考えたらインスタもティックトックもメンバーがいなきゃインストールしてない確かにね ううちちのののママはさあのうちのママははさあツイッターをやってないんですよツイッターやってなくてやればってポケモンの情報とかやっぱいろいろツイッターとかで見れるよって言ったんだけどいいめんどくさいってみーちゃんが教えてくれるからいいって言った、うん、意外と我はいろんな場所いろんなものを知れるツールだからいいなとは思うんだけどね。 ややらららなないい人はやらないからねママはだからインスタグラムとかインスあのツイッターもやってないしやってるとしたらママは LINE とか <laughs> 何やってる <laughs> うんママはああと見てね あの赤ちゃんの写真をシェアする「見てね」っていうアプリがあるんだけどそれはやってるわうん、うん、お電話にとりあえずおでんねやばいお電話どうして頭からこうポッって出てきたか分かんない、うん、カラシャ必要必要あこんばんはしたねそうそうそうね今日絶対みんな我のこと嫌いにならないでねうん 正解いやでもそうだよねいやさ知ればさやればさその良さを知るけどその分ねきっとめんどくさいこともたくさんあるかもしれないけどママがやる分には情報を見る分にはいいのかなとは思ったけどね全略プロフィールやばい <laughs> やばい古い古いポケモン GO やってますねママはうんあやこんばんはありがとうズーミンひさごろこんばんはありがとうママに情報交換ツイッター教えてくださいやっとらんのよママママやってないの アクティブなメンヘラメンドはそうなんだそういう種類があるんだいろいろあんま分かんないんだよね我れうん <laughs> たーちゃんこんばんはありがとうありがとうねツイッター読むだけなだ我の我がフォローしてリプありがとう我リプよく見てますよ本当に本当にねよく見てますありがとう、うん、我にみんなにツイートしてって言われたからツイッター影開け,けましたありがとう嬉しいよありがとうね本当ありがとうみんな優しいよ本当にありがとうねそう我がきっかけでやってるとかあるからね Facebook? Facebook もやってないんじゃない多分そういうのやってないけど多分設定がそもそもできないと思うママはうん11年ぐらい経つベテランじゃん初耳そう,めみそう見てねっていうねアプリがあるのこれはね家族でだからバーバもそれやってるバーバ LINE やってないのバーバ LINE やってないしメールとあと見てねしかやってないバーバーはあいやこんばんありがとうツイッター本当に有料ああねそれあるよねまあ仕方ない

押し見つけたから SNS とか配信アプリインストールしたのよ。そうだよね、ショールーム。今この配信を見てくれてる人も、もしかしたら我の配信が見たくてアプリ入れたよって人もいるかもしれないしね。本当にありがとうございます。うん。我知らなかったら絶対タイのテレビのアプリインストールとか。<laughs> 確かに。もう本当にその通りだわ。本当にそうだよね。それこそこの前、Facebook で生配信しった時とかもね、それで初めて Facebook 作ったみたいな人いたもん、確か。Facebook だっけあれ。なんか、あのー、新しくアカウント作りましたっていう方いたんだよ。ミクシーはね、ミクシー懐かしい。俺、消したよ、ミクシー。昔やってたけど。うん。ログインできたのがすごい我われの犬よく見る。あね、我れの犬はね、面白いって言われることがありますね。ありがとうございます。 うん、不純見るのに Facebook あねそうだよね Facebook だよねあれねえ Facebook ってでもあれさ本名とかでしょ本名とかだからなんか怖いよね怖いというか今の時代って怖いよね本名、まあ、別にこんなことこで言って本名さらしてんだけどさ <laughs> 確かにもう怖いよねとか言ってさ全然自分出してたわ <laughs> 見てねって子供じゃなくてもいいのは一応ね、うちはあの、めいこちゃんの写真をシェアするためにやってるんだけど、たまに自分の写真も載せて、あの、バあばとかにお見せしてますね。それこそ歌劇団のやつとか、あの、載せたりとかしてる。で、バーバが一生懸命せれでコメントくれるの、うん。見てねってどんなアプリえっと、写真をシェアするだけ、あの、アルバムに写真をこう載せて、その、アルバムをみんなで見れるみたいな。 一つのアルバムをみんなで共有してみるみたいな一枚一枚写真とか動画があってそれについてコメントとかもできるお気に入りボタンも押せる、うん、っていう感じかなあの何か自分がツイートするとかそういうのはない、うん、写真を載せるときにわざわざ文を載せないとかあと連絡先知ってる人しかそれは見せれないから本当に身内同士のやつって感じかないいよ結構いいよあのー それはとってもいいです。それも見てみようかな。今見てるのよあなたは。<laughs> うん。江戸っ子のカズちゃんこんばんはありがとう。公式マーク顔。変えるの公式マークってうーん。見てねでシェアして。<laughs> そうばあばも見てますよ。好きが増しても嫌いにはならん。うるっとしちゃうありがとう。ありがとうね。こんばんは。カエル好きなのか うんカエル大好きだよ我のいいね欄見た <laughs> 我のいいね欄結構ね趣味がね盛り込んだる趣味とか趣味思考っていうの思考だっけ趣味思考、うん、トラブルがあって消したああそうなんだまあそうだよねあんまりね Facebook ってなんか社会人の人がやるイメージなんかかしこまった感じ自分もショールーム TikTokTwitter インスタ本名で活動しているよあ、そうだあまあ確かに今もそうだもんねうん、まあ 自分でちゃんと管理ができるならねいいと思うけど17以外ならちゃんと一七 <laughs> 17ねうん写真投稿任し,任してとか言って明日なの,のせようかなじゃあありがとう明日載せまするまする子供じゃなくてもまあまあいいと思ういいと思うまあ一応それってさ あの、あ、でも一応、あれが出るわ。なんか、誕生日登録するから、あの、その子が何ヶ月みたいな。何歳何ヶ月の、みたいな、出てくるから <laughs>、大人になるとなんか、何年、何ヶ月みたいなの出てくるかも。何十年何ヶ月。イニシャルとかでもできるよ、Facebook。私も。あ、Facebook ってそうなんだえ知らなかった。えー。イニシャルでもできるんだ、Facebook。らしいです。知らなかった。えー、なるほどね。 インスタ本名出てますそうだねインスタグラムは本名で言ってる方もわりかし多いよねうんなるほどそうよ高橋ジョセフィーンじゃないんですか本名全然違いますよ前前 <laughs> 昔載せたよねあのさ体操着のさ高橋美っていうやつうんそれでなんかインスタのストーリーかな,なんか高校の時に使ってた体操着ズボンの名前なんか高橋美ななんかなんかなんか載せた時に「本当の名前なんですね」って言われたうんあの初めて知ったて 本当なんか偽,あの偽物じゃなくてなんか偽名、芸名かと思いました。高橋じゃなくて違う名前かと思ってたらしいけど、高橋みのりです。だからみんなからみーにゃんとか、ね、めいこちゃんみーにゃんっていうし、ママはみーちゃんっていうし、みんなからみーちゃんって呼ばれてます。で、過去にはハイブリッジ族として、高橋、ハ、は、イ、い、ブリッジ族としてね、はい、言われておりました。こんばんは、高橋みのりです。趣味、趣向、趣向か、趣向か。 うん我々もファミリーなので写真見せてくださいうちの可愛いいみっこ、はあ、見したいもう本当は見せたいかぶりつきたくなるぐらい可愛いわいいあー確かにあのね K−1K−1 とかいろんなあのー、スポーツを見るようになってスポーツとかそういう格闘技を見るようになってねフォローしたって感じかな、うん、意外とれいろんな人とりあえずフォローしてるかもなんかはこれ面白い面白い面白い <laughs> うん他の人のいいね欄は見るたまに見るかなたまにかなたまに見ますツイートはよく見るけど変なツイート流れてきて高橋みのりさんがいいねしましたってなってる変なツイートいいねしてるけよあれイリノヤこんばんありがとうありがとうね年齢バレは恥ずかいそう年齢確実にうんでも何歳何ヶ月まではあのそのアプリを見ればすぐわかるからみんな便利かもね、うん、大きな豆太郎こんばんありがとうありがとうね ググタスは見事にこけたあんま知らないなググタスってなんだろうあとブルこんばんありがとうフェイスブックのアカウントは偽偽名あそうなんだそういうのもあるのうんうん子供の成長見守るそうそうそう見てねえわねポコちゃポコちゃってなんだっけな聞いたことあるなうん ここぐらい適当にああフェイスブックってそんなにいっぱい作れるんだ高橋みりんだかみりんだってなやみりんだってないやみか高橋みか確かに高橋みまであっててもねその後がのりじゃない可能性があるからね、うん、自然消滅してる途中で自分の中で,自然の中でああそうなんだへえうん うん、愛情表現が立派あ。ありがとうございます。え、我我 <laughs> わかんない。我うん。忍者リバンバンこんばんありがとうだ。我のいいね。大体いい動物、ラーメン、食べ物、子供、ポケモン。あ <laughs> れ <laughs>、うん、我ファンのついんま見えない。い見れよ意外と見ますよ。結構見ます。うん、意外と見ますよ。意外と,と、結構見てる。 か高橋みのりでツイートしてくれてる人のツイートに飛んだりはするかな結構とかあとリプくれた人とかそのままちょっとプロフィール行ってそのまま見たりとかしますうん変な動画いいにしてたえマジでなんか変な動画いいにしてたなんか恥ずかしいどんなやつ <laughs> うん流れてくるんだ結構流れてくるもんなんだねなんか恥ずかしい <laughs> ななこんばんはありがとうこんばんはありがとうね 年齢詐欺ですかそれは <laughs> うんうん変な道具うんんだそれ今度出場されるブレイキングダウンはファイトネームで出られるんですか出ませんで出ません <laughs> 無理だよ我れそんなの無理だよ見てるだけでちょっとまだうっ,ってなるもん関係ないツイートに高橋みなみてつけるねうん大体全部見てますうん 別にあのツイッターに関してはツイートとかはね、あのー、我がどうこう言うものじゃないし自由に発言していい場所だと思うからあのいいと思いますよ、うん、いいと思いますインスタとツイッターの比率でもファンの方のことをよく見てるのはツイッターの方が多いのかもしれないインスタはストーリーあっ DM は見てるんだけどうん何だっけ基本見てるけど ストーリーとか,なんかタグ付けしてくれてたりとかあとストーリーを見てくれていいねとかしてくれるとねあのストーリーの「いいね」右下にハートをしてくれるとねその見てくれた人をこうピョってやると「いいね」してくれた人が上に出るのね上に出るからそこでストーリーとか更新してたりするとちょっと見たりするちょっとうんあと投稿とかやっぱコメント投稿に「いいね」とかコメントしてくれる人とかは見に行ったりするかもうん高根子がバカでごめんなさい まあでもね難しいところでね歌劇団って連続してあの何て言うんだろ定期的に継続して活動ができないからね今は今はね今は、うん、だからまあなかなかファンの方の中でもあれだけどまあ今タイとか言ってたけどねまた日本でもこう継続して活動なりなんか皆さんと会える機会とかが増えたらいいよねうん,うんうんうん写真集買ってごめんいいんですよいいんですよ <laughs> え、いいのよ、みんないいんだよ。性格がれるまあ、そうだね。結構みんなのことだから、あのー、知れるからね。うん。知れるから、いい。うん、えー、リップしとこう。えー、して、ぜひしてね、みんな。うん、ポコちゃんも配信。配信アプリか。うーん、格闘技強、格闘技強そう。みりんだ。確かに強そうだよね。高橋みりんだ。<laughs> みりんだって感じでね。みりんみたいうん。そういう、適当にツイートしなきゃ。 <laughs> まあいいのよ我は結構あの毎日不純文学女学機団と「桃園桃」と「高橋みのり」では基本的に <laughs> あの検索してますので部屋片付いたちちちちちあちょっと片付けたけどあのお土産とかねうんインスタも高橋みのり8割最高ですありがとうございます <laughs> うんついで我らの鳴き声のせたあ,、ね、あれ鳴き声我本当にあんな声出てんの <laughs> メグネばかりにリップしてすみませんいやメグネのリップもね考察がいっぱいあって面白かったマジでいろいろ見てるようんずっと応援してるありがとうどうもありがとうねうんじゃあ真州 <laughs> はてはて <laughs> ずっとお会いするんだからありがとうあもう12時半なんだこの先うん楽しみぜひ楽しみにして頑張ろうみんなでみんなでってかみんなでってかみんなが頑張るものじゃないけどね自分だってバレないだろうなインスタは多分自分だってバレないだろうなバレてますよ、うん あもだから時に無理にリプそうリプしてくるねあの本当に義務じゃないので皆さんあのこう気軽にやってください SNS はあのもちろんいいねリツイートリプこれはもう習慣ですっていう方ももちろんいるありがとうほにありがたいんだけどねそのなんかやんなきゃって苦痛だとねなんか苦痛になってたらすごく嫌だからうんそうよ家族でコロナ陽性で喉痛かったけど俺の元気そうな お顔で元気だあららららららら,ら自宅料大変だったねそう我のファンの方もね何人かあのコロナになってしまった方とかいたからねそっかそっか我も一回コロナになったからすごくねそれは何て言うのその時のなんかメンタルとかすごいわかるから頑張ったねお疲れ様だよ週末には料理は是非おいしいものを食べてもりもり頑張ってください。 お疲れ様。楽しかったです。またね。ありがとうございます。ありがとうございます。またお祝いし,お祝いしましょうあ。お会いしましょう。<laughs> お祝いしましょう。だって。はい。ぜひ、よろしくお願いします。24日、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうじゃないよ。何を今、今さ、ファンの方と同じ気持ちで、ありがとうって <laughs>。 ありがとうって言っちゃったよ間違えたみんな聞いたなおなおこんばんはありがとううん読んでもらえたら嬉しいなコメントあぜひぜひコメント読んでますよ毎回読んでますありがとうございますうんねえやばいよね今ありがとうって言っちゃったうんベビ,ビーカステラ大量に <laughs> お前大丈夫か <laughs> 本当だよねもうあれ自分大丈夫本当に今日やばいよねうんどんな顔してみるか楽しいワクチリップしてるか大丈夫そうだよあのね我はこうって ルンルンルルルンルンルンルルルン今日のリップルンルン最高プン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 じゃないルンルン明日のリップルンルン最高ルンルンそんな感じです24日ポケモン十、ね、8日からねドキドキワクワクうんお祝い分かってますお祝い何のお祝いですか 歌劇団のたいかな。ルンルンルルルン。ルンルン。なんでもない日、最高、お祝いで、間違えた。お、お会いなのに、お祝いってちょっと間違えちゃった、言い間違いだよ。うん。うんうん。ポンポン。ポンポン。アイニュースはももではなく、高橋みなみで出るんだよね。えっ。と とちょっと聞いてみるなんかねあの一応そっちっぽいけどぽいけどね「もも」で出たら面白いよね「もも」としてもいろいろお仕事できたらいいよね今は高橋みのりが多いけど、うん、コロナ陽性で1人でも10年で開けるけどね1人,1人1週間でそうだねーあっ1週間で開けるんだ今コロナそうなんだねありがとう。 ありがとうじゃないもう本当にごめんみんな今日はみんなに多大なるご迷惑をおかけしてるわごめんねありがとうじゃないんだよもう本当にごめんみんな本当に今日はいろいろごめんねでもみんなのことが好きっていう気持ちは絶対だからうん 病期間中みんな大変だからさあの体調もそうだしさお仕事もそうだしさ何でもそうだよみんな別にね毎日毎日楽勝な人生じゃないなんかこうやってさすごいことだと思わんないもう本当にありがとうねみんないつも来てくれて疲れすぎてじゃ疲れすぎてんのかな <laughs> でもかあの一つ言えることはやっぱお腹の調子が悪すぎるうん、うん、お腹の調子があ明らかに悪すぎる うん <laughs>、うん、ありがとねみんないつもうんうん毎日誕生日あそういうこあいや何も聞かなかったことにしよう確かにああニャンはかわいすぎるどう考えてもほげーたでしょみんなほげーたほげーた <laughs> ほげたんが一番かわいいですようん 深夜になったからポリリこんばんはありがとう飲むヨーグルトマジあ R ワンがいいんだっけ R 千だっけおしゃれなハタありがとう <laughs> 帽子みたいシャンプーハットに見る <laughs> 光ったらギャグ <laughs> 腹巻してるしてるしてる大事なありがとうなんかタイってからずっとそうなんだよねタイ三日残り三日ぐらいから、うん、高橋みのりになる説絶対そううん。 うん、ローこんばんありがとうマミタスもこんばんありがとううんでも単純に今日あとちょ,ちょびっとねかすかに眠かった今はなんか目が覚めてるけどちょっとかすかに眠い時あったわうん天使の場っては <laughs> 物理的にあ天使の場合できてるじゃんそこをこうやってヤクルトああヨーグルトじゃないか ある線じゃなかったか？うん。スプラフェス頑張らないとそうだよ。そうだよ。本当にうん。病院ね。うん。たい、あと粘、ね、りね。ダメってみんなに言われてたんだけど、お水あの氷を使っちゃったからそれかな？と思ったけど、なんか他の人もみんな氷使ってるの？飲んだしわかんないんだよね。これだけ胃腸の話題が。 出るのはちびまる子ちゃんの山根くんと我だけ <laughs> 確かに山根くんも出たら確実に胃が痛くからね。うん、卵は今日サウナハットシーマナーはバケハポップメロンを配信で何かしら被る。ほ <laughs> ら天使の輪。うん氷やっちゃった。こかつこんばんはありがとう。ありがとう。天使の輪なのか笑いの輪なのか <laughs> 確かにどちらかというと天使の輪ではなさそうだね。ハチマキみたいになっちゃってるもん。<laughs> うん みんな今日もありがとう本当にタイの屋台屋台は結局食べなかったなうん食べたわチーズ食べた虫も屋台だったしチーズも屋台いやなんかチーズフライみたいなのマネージャーさんが買ってくれてそれを確か食べたわ ナイトマーケットそうナイトマーケットで食べたわデビッドこんばんありがとうありがとう入選員怪しいやばいやばいチーズチーズと屋台で食べたのはチーズと虫一匹だけ食べたうん屋台ね虫虫食べたよチーズと虫食べた <laughs> やばい。ういんーもっと重い重症症状と思うなあー水じゃあ違うかずっと胃が痛いの、うん、でもね割りね あの一兆円結構なるんだよね。我は結構一兆円なるんですよ。常連。人間そんな汚かなんから大丈夫。ありがとう。ムきムきよ。ムきムきうん。どうせみんない。海 <laughs> 子こんばんありがとう。うん。左右。いいね。左右いいね。でもね結局左右とか左右よりもホットミルクとか言って飲んでそう。我々今日はもうもこもここれで寝ようともいつも半袖半ズボンで寝てるけど。うん ねねちょっと、ね、病院もねてかあのー、一回健康診断したいねまた、うん、健康診断したいんです日本でも5,000貫の休みホテルはパッと飲っじゃうんだそうなんだまあ最近そういうところに行く機会はなかったからね大概はね日本でホテルに泊まるなんてことな全然ないかも、うん、お尻かじり虫 おお虫食べたよ虫そう虫食べたのタイで <laughs> そうあのねタイの人たちは「美味しい美味しい」いしいって言ってた、うん、ルイありがとうレインボースターありがとねありがとう、ね、ありがとう,うんミネラルウォーターまあミネラルウォーター日本からめっちゃ持ってった水いっぱい持ってったペットボトルの水がねなんか甘かったあっち ドラえもんのペットボトルの水めっちゃ甘くてえなんじゃこりゃってうん不健康してマジで俺もねあのちゃんと調べなきゃなって思う腹の具合悪いんじゃえわ分かんないでもねタイの時からなのもうずっとタイの時からしかもれ毎年毎年半袖半ズボンのことが多いからどうなんだろうね寝るのは少し寒いでもね布団にくるまるのが大好きなのなんかこう素肌で毛布を感じるのがすごく好きうん でも肌感冒では寝れないけどうん事務所で健康診断してな,ないのえするもんなの分かんない自分でするもの,のかと思ってたわうんそうしねでもねあの素揚げみたいな感じだったのかなあとで粉とか混ぜてこうシャカシャカシャカってやってたんだけど別に味あんましなかったなんか本当にね細くてちっちゃいなんか芋虫みたいな細々したやつ食べたからなんか味はなかったのかなんか脂っこい味しかしなかったうん あとなんかバッタとかいたけどバッタも食べなかった真面目な話健康診断は本当に大事ね健康診断ねちゃんとしようと思ったうんーソメはサモワンサモワンこんばんはありがとうこんばんはハローマイネーム a m e is みのりたかあしジャンガンルーパーストラミングトラックスインダーインダーどこだろうインドインドかなインディアンインディアン My name is みのりたかはし。Twitter、Instagram、TikTok、Shoreroom、Follow Me! ありがとうありがとう血、裸 <laughs> 血、裸じゃないのか乾燥エビみたいなもの。そう、確かに、絡みて、そうそう,そ,うそんな感じだった。うん、タケムシタケムシ竹虫、竹虫、竹虫、あ、わかんない。ケムシの毛がなくなったバージョンみたいな感じ。ケムシの毛をそぎ落としたよって。 そんな虫でしたうんドラえもんの砂糖水えそうそうそんな感じのペットボトルね「お水です」って言って渡された水がめっちゃ甘かったうんそれを言ったのねファンの人らっさいのタイの人に言ったら「はああああみたいなのなんかびっくりしてたえ笑ってる人見たけどあのびっくりしてましたね基本。てつやん「哲やこんばんはありがとう」「ビエこんばんは」「バエバエかバエこんばんはありがとう」 誰がけなしだって,ってさ言ってない言ってないていつやんこんばんは言ったねけなくてすみません言ってない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  <laughs> 散髪したての気虫、うん、そう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 すっきり爽快な気虫ちゃんでしたインドネシアかもしれないインドネシアハローインドネシアうんあ,あそうだねちょっと健康診断ちゃんと行くわ健康診断ちゃんと行きますので皆さんも絶対行ってください 終わります毛がない虫は他の,の虫 <laughs> だってさ芋虫ちゃんでもさ毛生えてないやつの方が少ないもんねでもね足がすごいねピヨンってピヨ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 ン,ンって足がねいっぱったかわいそうだったけど食べましただってもう生きてないから、うん、髪の毛触れたら <laughs> ごめんごめんご,ごめんごけんちゃんこんばんはありがとう ありがとすねスネ毛すね毛じゃなくて足足あすね毛なのかなあれでも毛が生えてないもんってあんまりいないよねうんすごいすごいねなんか悲しかったけど毛虫んじゃないと思うんだよねなん何だろう見るもうじゃないし俺昔ねその登下校の時に 毛虫ロードっってていうのがあってね桜の木は何の木か忘れちゃったけどそう時期になると毛虫が大量に下に落ちててさでそこ通学路だったから自転車もめっちゃ通ってるわけだからやっぱ無念なことにつぶされてしまうムシたちもいたわけよそうそうそうなんかそういう感じでいっぱい毛虫ロードがあってさその中でもやっぱ生きてるムシもいっぱいいてさそれを避けるのにすごいね大変な道があったわけですよ。 うん、ケムシロード。よくお姉ちゃんと一生懸命そこ歩いててさ、ママに通学路を変えたいって言ったんだけど、ダメだよって言われたの気をつけて行きなさいとは言われたけど、最悪のネーミングセンス。確かにケムシロードって最悪だね。うん、毛は好きですか？どっちでもないかな。好きという概念がなかったかも。毛に対して、うん、ケムシロードでリアクション芸を見なかった。はケムシロードです。 かわいそうんで豚はかけんあなるほどねそうでまあだから本当かわいそうだなって思う思うけどやっぱ生きるためにはね食べる食べますよ本当にうん絶対通りたくない道いや本当本当にねでも当時は本当毒とかもそうそれこそさっきね毒って書いてあったでしょうん毒が怖いそうだから本当に怖かったし死んじゃうんじゃないかって思ってたし なんかさこう男の子とかちっちゃいこう低学年の子とかってさ枝でつついたりするじゃんでさ毛虫ってさ毛虫と毛虫そうって感じでさ針を飛ばすわけだよそれがすごい毒針がこうピ,ピピピピって顔に刺さったらどうしようっていう心配があったねうんえやっぱりそう桜の木かやっぱりやっぱ桜の木か葉桜そうそうそう確か桜の木だった気がするんだよねあそこうんつまじいこんばんはありがとう、うんうん ついてたあ,あられちうんうんまあそんなことはありましたね、まあ、つまり虫もあまりね食べ過ぎ注意でもさあの虫は栄養素がいっぱいだよって思うけどやっぱ食べ慣れてないものは最初やっぱお腹がびっくりしちゃうよねきっと、うん、怖すぎるみんなに、ね、その毛虫ロードを連れて行きたい招待したい静岡の ケムシロードみたいな、<laughs> わかんない我たちの小学校の時にね我たちの学校がそう呼んでただけで子供たちがでも多分代々受け継がれてる気がするそのケムシロードちょっと聞いてみようかなその母校の小学生がもしも見つけたらケムシロードってご存知ですかってうんクリーミー <laughs> あ食べ過ぎてえー、コオロギのお菓子 <laughs> 赤フッガ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 ッジんマシになるよ毛虫を触るとだよね危ないよねほんとにトゲ飛ばすのえなんかさこういうイメージないの飛ばすっていうなんか聞いたことあった気がする飛ぶたかなんだか忘れたけど、うん、観光名所はい静岡の毛虫ロードぜひ皆さんいつかうわマロン犬の毛虫ちゃん芋虫ちゃんがすごいわ毛虫、うん、ロードはいつから募集開始ですか <laughs> 生誕イメントインケムシロードケムシが盛んの時に開催でもしましょうか口の中で跳ねたらウィフィフィフィサウディーカーごきざりサウディーカーありがとうアメ,ーーー、ね、アメリカシロヒトリだねアメリカシロヒトリっていうケムシの種類うんイナゴは食べるあイナゴはねイナゴは確かに聞いたことあるでもうちのバーバ食べなかったな 昔食べちゃったのかな,イナゴかんないバーバーに聞いてみるねバーバーイナゴ食べたことあるって、うん、キタピーかビードルビードルのさ確, <laughs> 確,確かに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 ニかに通るキラキラありがとうありがとうねうんうん未来食でもそうだよね未来はまた虫を食べるでしょうあそこは今実りロードです <laughs> マジで石像立てちゃう言われそんなことあったら <laughs> ハラビカオウムシのね。本大好きだよ。絵本めっちゃ読んでました。穴が開いてる本ね。虫の話したら腹減ったよ。絶対嘘だよね。やっぱりね。あ、アゲハチュウアゲハチュウアゲハチョウのアゲハの幼虫観察中。アゲハチョウアゲハの幼虫観察中。まずいすごいね。ふん、それがにならないことを願っときな。我はチョウだと思って育てたら癌になったから、うん。長野とか山の方で虫食べるところマジで。 我のお姉ちゃんの職場の人確かね名古屋の人がいるんだけどなんで知ってるかっていうとなんかブドウもらったんですよブドウ送ってくれてだから知ってるんだけどまあそのことはどうでもよくて聞いてみようかな虫食べますかってうんまあ虫を当たり前の文化としてね過ごしてたらねあれなんだけどやっぱ食べてないとねやっぱギョギョギョってなるよね 習慣になるかならないからい蜂の子を壊されて合宿でなんでスタミナ抜群だからケ、うん、ムシロード第何章までありましたけど9ケムシ64までありますむし <laughs> うんうん揚げ八丁おかずかなりそうなんだ昔捕まえすぎたかもしれない我が小学校の頃めっちゃきあのー、アゲハチ八丁を捕まえてたし動物の森でもめっちゃ捕まえてた。 うまいことに我と我が混ざっててさあああもうやめようなんかもうねこれは嫌なことをまた思い出してしまったよやめまーす虫、うん、食べますかってったらっしゃる最悪な話だ <laughs> ソフトクリームに虫をのせてってあ,あ見たことあるそれ俺も見たことあるそんなところがあるだね本当にでも虫っておいしいのかなそのアイスとうん合うのかな 虫羽を閉じて止まるのが蝶広げて止まるのがガらしいそうだね蝶々はとこうやってちょっと動かすよね蛾はこうやってミ,ンミョンミョンミ,ョン,ミョンってセミみたいになってるよねうん蛾になったのはえるそれやってたのね我になったのが伏線虫変に我で蛾 <laughs> そう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 、ね、んかさこれさんかさ悪いってさ意外とさあのー 嫌な,嫌な言葉って意外と覚えてるもんじゃん嫌な言葉なんかトラウマじゃないけどさそ,そ,それでさ一回さ言われたことがあるで <laughs> まあそんなことはいいよみんなここでは今楽しく話してるから最高だよみんなありがとうねんでもねうまいほらこうやってさシャピシャピシャピって、うん、でもさ、まあれ画をさ飼ってたことがあったからこうそうすごい愛着湧いてから今まで画はただの画だなって思ってたんだけどそのやっぱそうわかる経験することによって そのコンビニの光とかに集まってる画とか見るとあ一生懸命生きてるなってそんな気にはなるよねやっぱり、うん、なんか経験って大事だよね見方が変わったもんだって画の見方がやっぱ気持ち悪いって思う人もいるだろうしまだねがは、うん、ただいそうだね我はあの子がきっと今まあもうね何年か前の話だからあれだけど成長していっぱいし子供とか作って。 いいてたらいいね元気かなうん毒なかったえわかんないあの入れてて中にそれでそのままあの外でパカッてあげて逃がしたからわかんない毒があったかわかんないそのまま入れ物捨てちゃったしうん洗わずにそのまま捨てたみんなそうようん オトマジョコシ拾っててて庭で育てていいねーカエルちゃんは可愛いよねーガーラになるガーが進化するとガーラマジで進化するまで家に置いとけばよかった <laughs> カスタネットありがとうありがとうねリンボースター子作りそうまあね子供たちをたくさんさ作って。 なんかそれこそひよこじゃないわスズメの時そうだったからスズメちゃんは多分子供か分かんないけど最初ベランダにずっと6時半ぐらいに定期的に来るスズメがいていろいろ餌あげてたらとある時からちっちゃいスズメを連れてくるようになってねちっちゃいスズメとかまあ仲間かな何,何匹かで来るようになってそれが何年か続いたのループしてね1匹の時もあれば2匹の時もあればみたいなうんきっと多分そうやって親子で受け継いでるのかなって思ったよ LED ってそうなんだうんうんてんうないちゃってうんううん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 ういう想うつうてうおうんうキうん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 うりうとうキラキラあうがうん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 うとうん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 うとうんうんうあうん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 うう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 う やび、神ありがとう神ありがとう神神ありがとう縁日のひよこなら鶏になったあなんかそれお父さんも言ってた気がする昔はひよこが売っててなんかそれを育てると本当に鶏になるんだよって言ってたわうーんぜひ G も育ててくれ絶対やだそれはちょっと無理かもしれないやっぱちょっとビビっちゃうなんか飛んできてこうやってやられるとハァーッとなるかも飛ばなければ うん、あねミミちゃんのその話知ってる100匹以上護かかってった育てたそうなんか3匹が1,000匹じゃなかったっけ 100, 100じゃなくてなんか1,000だった気がするとんでもない量になったってなんかねタイかどっかでタイ,タイで話してたのかなそれうん言ってたわもう私びっくりしたよって言ってた気がするめっちゃすごいよね <laughs> うんそう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 言ってたわうんね十1 0チ m 重ねうん <laughs> 何回かかわいそう飛ぶんだよなあいつマジかやだねびっくり箱を開けた時みたいだね <laughs> うんカラーひよこああそれ聞いたことあるカラーひよこんかいろんなってたんだっけうん1000って容赦じゃねえかあそうなのなんかね100じゃなかったか我もねきえー、聞き間違いかなと思ったけど確か1000だった気がするよやばいもう1時だえー、なんかねそう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  ガサガサ音で寝るるでやばいいいねすごいをきたしているわでも我をね昔カブトムシとかクワガタを飼ってた時はやっぱリビングでカサ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 ウーウーウウウウってあの飛ぼうとするから夜行性だからカブトムシクワガタはこうおっきいね虫かごに入れてても高さもちゃんとある虫かごに入れててもやっぱ飛びたくて飛びたくてたまらないみたいで音がすごかった。うん 今動物園開きたいよあれワオキツネザルでいっぱいにしたいもん俺ワオキツネザル飼いたいんだ今絶対にね今までサルサルノリじゃないや間違えたごめんサルノエじゃなくてあとリスザルリスザル買いたいと思ってたけど圧倒的に今ワオキツネザルが飼いたいうんシルベンカくエスあそうなんだエサとか大変なんだ釣り用にさ何虫飼って放置したらはいな <laughs> やだー 生配信朝までうん一回野獣みたいな声出ししたマジでそんな声したもんさ知らぬ間に変な声出してるわ部屋の中に話せばいいのよバカ野郎 <laughs> もういろんなとこ行っちゃうようんクワガタとカブトムシ飼ったらカブトムシがやられちゃったは<ぁ>我もね一番初めて飼った時カブトムシとはかかか初めてじゃないかな,なんかじじのお家でカブトムシとクワガタをねいつもね近所の人にくら配るのね じいじがよく山に行ってねカブトムシクワガタゲッチュするんだけど近所の子に配ると同時になんかみーちゃんみーちゃん我ごめん間違えたじいじの前の言い方になっちゃった我にもあのいっぱいカブトムシクワガタくれるんだけど一つのカゴに入れちゃってたからねそれでカブトムシのことをね切っちゃったのここでクワガタがもう本当にショックで大泣きしたね「なんで」って。 やめてって言ってクワガタのこと言っときすごく嫌いというかすごく怒ったしムカつくって思ったけどうんまあ別に仕方ないよね自分がそうさせたのが悪い自分が悪いと思った本当に反省だよね何を言ってんだか <laughs>、うん、ああ金魚ね確かにお祭りで売ってた金魚ねバーバばチで飼ってたら鯉みたいなでかくなってたなそういえばあれ鯉だったんじゃないって言ってたバーバばー。 うん、起きた時に捕まえて虫かごごにすれば問題ない捕まえられないよいろんなところに行っちゃうんだから、うん、腹の中にハリガネ虫がいるえー、そうなの,あの虫の中の中に虫いるとか言うよねモモンガもいいねあ友達飼ってるな2匹うんそれこそその小中高幼なじみの子女の子さっちゃんムツゴロウさんの後継者どうああ,ありあり あありりとか言いながらまあ今は自分のやりたいことをねやるけどうんうん楽しそうだよね助手としてね、うん、ありがとうまもなく終わろうじゃ一時だしねうんクワガタってそうもちろんでもね動画とかにもなんか見たことあるけどクワガタがパーンってクワガタ、うん、カブトムシがクワガタのことをパーンってこうガーンって。 こうやってねやることもあるから別に一概にクワガタの方がついてわけではないかもただ我がそのお家に持って帰る時にはクワガタがやっちゃったカブトムシのことをね本当にショックだったのなあの羽羽とさ首のここの付け根のあそこあるじゃんあそこで羽とこの胴の子分かるはあもう うん、クワガタに勝つ時もあるうん、うんね、たださカブトムシはこうポッてできるけど物理的にこうバシュッとはできないじゃんでもクワガタは貯金でできちゃうからそういう意味ではクワガタの方が強いのかもしれないけどねリアルうわ虫キングうん虫キングね熱いなカード持ってたでも虫キングはねやってなかった あの虫キングは全部焼き芋屋さんに交換こしてもらってたいいカードだとあの大きいお芋と交換してもらえたそう結構近所の子がくれたりするのうん、なんか交換こしてラブベリーとかのカードもね焼き芋屋さんに持ってくとあのー、なんだっけおきい焼き芋交換してくれるんだブルーアイズドラゴンがその当時そんなにすごいものとは知らないから多分焼き芋屋さんに出しちゃってた気がするうん そうなのかわいそうだよねかぶとも。焼き芋屋さんあのさ石やきもお芋って感じでさこうトラックが走ってるじゃんよく小学校の前とかあの通学路とかにいたんだけどあと公園とかにいてでお家からカードを持っていってうん。 100円のね100円のちびいもみたいな中のおっきいお芋なんだけどお芋と交換してくれた今はわかんないそういうのがあるかわかんないけど我が小学校の話だからもう10年ぐらい前の話ねハニやははなこんばんはありがとうこんばんはそうブルーアイズブルーアイズさ わかんないその当時10年ぐらい前10年以上前のやつってさやっぱその時のなんかちゃんとした本物みたいなやつわかんないけどあったんだよねでも絶対にね焼き芋屋さんに渡した全部渡しちてたもん焼き芋屋さんにうんでも多分その当時はカードがすごくあれだったのかななんだっけ有名とか流通してたとかうん高いんだフェラールの焼き芋屋マジフェ って言って買えないんじゃない。さ <laughs> あ、こんばんは。ありがとう。ありがとう。うん、そう。カードショップあ。なんからもしかしたらそういうのやってたのかもね。今はやっ確かにいい話だよね。だってさ。子供にとってはさその価値が分かんないからさ。勝手にお家からさ。どうぞおじいちゃんって言ってさ。焼き芋と交換できてラッキーじゃない。それがさ数万するカードだったとしてもさ100円ぐらいの焼き芋としか交換できないんだよ。それでね。いい商売だった。いや。今思ったらすごいね。すごい商売してるね。うん。 ねー高いなねーへえそうなんだ当時はやっぱ焼き芋屋さんがね美味しい美味しいってみんなでみんながそうして食べてたからみんなカードと交換してたから、うん、これと交換してくださいってあこれだと3枚ぐらいだねーみたいな感じとかまあいろいろあったけどね <laughs>、うん、まあそんなこんなでした終わりますな <laughs> <laughs> 何回終わりますって言ってなんっか値段じゃないぜ決まったいやほんとそうだけどねそう本当にそうようんそのカードで薪を燃やすんだなきっといややばーいうんきっとカードの味がしたんだろうな変な点ああ全然ありがとねカウントありがとうございます戦時中そんなことありません でもまあ正直さ正直ねまあぶっちゃけカードはコレクターの方とかもいて価値とかも色々あるけどまあこう遊んでね遊んでるのが一番やっぱ見てて清々しいというかでもこの前さひまりとさそれこそあのゴッホの展示会行った時に公園が近くにあってね公園に行ったんですよそしたらあのポケカやってる子たちがいてちょっと覗いたもん、うん、覗いた で、あとねあそタイにねタイでポケカやってる人がいてタイのデパートでポケカやってる人がいてねうんなんだんから、字はでもやっぱ日本語じゃなかったからすごい見てて「あ日本語じゃないポケモンカードが!」って思ってねうんでねあのこう見てたらちょっと話しかけられたからあっ我携帯の裏にねムーマー貼ってるんだけど入れたらなポケカそう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 あれ「アイラブ・ムーマポケモンカード!」って言ってそしたら「 っ <laughs> 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 って感じだったもしかしたら愛想笑いされたかもしれないけど <laughs> うん買わなかったのえなんかその時ね w i f i チームで動いててみんなでお土産とか探してたからなんか自分だけでポケカってかカードいろいろ見たんだけどあのせっかくだから1パック買ってみようかなって思ったんだけどあの海外のね言葉のカードをでもみんななんかあのそもそもその時そのデパートなんだけどねそこデパートなんだけど。 お土産とかが全然売っててなくって閉まってるお店も多くてみんな慌ててお土産屋さんがないって探してた時だったからだから買わなかったけどあとなんかあんま見た感じパッと見た感じなんか違うカードとか売ってたんだけどポケカがあんま分かんなかったからねうんあと店員さんが多分いなかったあれは本当に多分対戦してる人だけみたいな。 うん、共通性すごいよねポケモンのねあの大会あるんですよ世界の大会とか皆さんよかったら是非見てみてくださいはや早すぎて我はいつもねあの巻き戻しして巻き戻ししてってよく見てます <laughs> え今何が起きたって言って、うん、トレーディングカードみたいなものかも悪い意味あー画家もそうなのかなうんいや違うかも <laughs> いろんな言語のムーマーねー そうだね確かにポケモンぐらい世界でめねえ歌劇団のカードなんてできちゃう時があったらそりゃすごいよねお姉ちゃんムーマンありがとうねはいやキンモポネムーマンは手放せないごめんなさいうん最初の終わりますから30分ぐらい経ったので帰宅できましたごめんなさい終わります終わりましょうもうましょうやすこんばんはバラクアもこんばんはありがとうサミー終わります詐欺さん詐欺師さんはじめましてありがとうあれ来たことないサミー 我はね、終わる時は終わるんだけど終わらない時は全然終わらないんだよね。そう。俺の話面白いです。ありがとう。終わります。詐欺が止まらないね。ごめんね。もう1時過ぎちゃったよ。うん。マキ <laughs> うん。そう、ママとね、この前一緒にポケカのね、動画見てた。うん。ギネス世界、素敵じゃないですか。あそれなんか聞いたことあるかも。ね。僕の宝物、名前出しありがとう。うれしい。ありがとう。 しんこんばんはありがとうポケカのアンバサダーでもポケカをやってる人多いからねほんとに単純、まあ、に今は楽しくてとかうんあとこうもう少しでねポケモンカセットがねカセットはごめんカセットはもう時代が古いんだって言い方ソフトって言うんだっけそう始まるからねワクワクドキドキうんさっきのおかげで4週ありがとうございます <laughs> ごめんねみんな うん、広告塔になってねぜひ何でもやります雪もように静岡我おの写真持っていくこうとぜひ,ぜひぜひぜひうんもしかしたら「あこの子昔カードと今交換してたよ」なんて人がいたらすごいよねうんカセット古いカセット <laughs> シャンプーします <laughs> はい終わりまーす終わりまーす お弁当お炊飯器つけっぱなしかもやばな,んなってないかさすがに大丈夫だうんじゃあみんな終わ,終,わ終,わ終,わ終わります終わるよ終わるよ終わりますランキング 鼻水が止まらない今日マネージャーさんとちょっと電話したんだけど「鼻水出すぎて泣いてるの?」って言われた。<laughs> 泣いてません13位青丸やばいとう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 ランキングですよ皆さん何時間何時間何時間はそのなてないか喋ってる喋ってるだけで「ん?違う違う違う」ちゃうちゃうちゃ終わりますって言ってからさと終わらないんだから。 13位、ア丸マル、ありがとう。12位、ティオティオ、ありがとう。11位、アーチュ、ありがとう。1一位、チゴノトン、ありがとう。えっと、9位、キャン、ありがとう。8位、ヤビ、ありがとう。7位、シャシャモ、ありがとう。6位、パパタス、ありがとう。5位、オイありがとう。よい、よい、メルタン、ありがとう。ありがとうございます。

はい、そして2位は通る。ありがとう。ありがとう。通るにはなんとなんとなんとこちらの天使の輪っかと天使の羽をプレゼントしたいと思います。 ちなみに裸感坊では酸素もトオルも服をあげてないから <laughs> ありがとうありがとうねー2人とも裸感坊ですよマロンキャありがとう花束ありがとう酸素もハートありがとうマロンキー花束ありがとうあれあそういうことかぜくいありがとう萌えこんばんはありがとう はいもちろん何をおっしゃりますか天使の輪しかあげてないし天使の輪っかと羽しかあげてませんから服なんて着てませんよはいそして今日の1位は86ありがとう86どうもありがとうありがとう86にはこちらの天使の羽間違えた天使の輪っかと天使の羽と靴下靴下をプレゼントします

ということで上位3名はえっ、ー、と裸ん坊でしたありがとうございます <laughs> みんなは服を着て今日は寝てねゆっくり <laughs> では皆さん今日もありがとう長々とうんありがとうございます本日も本日も星集め星投げカウントコメントギフトありがとうございます ショーーールムフォローお待ちしておりますあとみんなあのなんか今日はいろいろ言っちゃったりとかなんなりかんなりしたけどあのみんなのことは好きだしきっと何か人それぞれだから意見が違う違わないあるかもしれないけどみんなのことは好きですしあの好きでいてください。<laughs> ありがとうじゃあ終わるねみんなありがとう今日も。 グッバイありがとう。特会、えっと、お待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。バイバーイ。あこれさ、あのさ、なんだっけ、なんだっけ、これ。あのさ、イクラじゃないや、イカじゃなくて、イルカ。イルカがさ、ポーポーポーってやるやつみたい。 あとさ、タバコ吸う人さプーってやるときプーおやすみー <laughs> それそ,れそ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 れだ。